エウプロスネの中ってすごいな。まあ綺麗。前回も言いましたけど、BGM も流れていらっしゃいます？あ、流れてますね。BGM いいねをいただいております。雲もいいですよね、ここ。うん、あ、ちょっと雰囲気だけね。はい、そうですね。あ、青き衣をまといて金色の布に織りたつべし、なるほどね、桃の青き衣そんな写真がいっぱい投稿されるのかな。ああ、ありうる ね、ありうる。なんか明らかにもう誰かを抹殺そうです、何かちょっと痕跡がうんの見えますね、うん、さあ何がいたんだろうな。なんかいたんだろうね。いたんでしょうね。宝箱が寂しげに残されてますね。グラハがおりますか。本当だ。あ、そうですよね。ステルスキャナーぐらいは前や。いやー、この雲素晴らしいよね。素晴らしいですね。陰影が、あの、すごい影で落ちてるところと、ね、飛ぶぐらい白いところ。こんなに牧歌的なのにな。この上り坂いいですね。これをみんなが初めて上がる頃にボロボロになってる。おっ、大地の別なる姿を示そうぞ。トレーラーにも似たようですよ、ね、うん、おい、リアルタイムに処理しております。すごっ。なるほど、これで進んでいけたということですね。こういった驚くべき、はい、まあ雰囲気的なね、仕掛けも多数、はいはいはい、ほら環境もね、リアルタイムに変えてるんですよ。本当だ、本当だ、気づかなかった。全然違いますね、うん。そうなんですよ、あのね、そうなんですよ。環境に気づいた。どうした？グラハの動きが何してるの？おもろいんだよね。これね、環境に気づけるほど心のゆとりができるのは結構先のことだったんですよね。そうかもね。そうかもね。まあ、というわけで、新たなこの神域にて、戦いを繰り広げていただこうと思います。うん、はい、十二神的には、はい、あれです。人がね、うん、大好きでたまらないと。はい、皆さんね。その愛ゆえに、はい、テンション上がった。苛烈な今ね、皆さんほら曲がね、癒されるとかいいなとか言ってるじゃない。全く聞こえてこないからね。初回。いやーね、うん、これだからあの ED チェック期間、うんうん、ね、吉田さんのチェック期間とか含めて、うん、ね、開発チーム、開発現チーム内でテストを招集されるんですよ、うん、ね、で、あの中には初見メンバーを集めなきゃいけないからって言って、最近ね、みんなね、開発もね、うまいんで、そうそうそう、もうとにかく初見なので、終盤になるとその開発の中の人はみんな日頃からね、なんせ開発しちゃってるからって言って、うん、その PD チェックの時とかは宣伝チームとかコミュニティチームとか、あの普段その開発にダイレクトに従事してないメンツを初見メンバーとして集められて、今回私も参加させていただいたんですけど、 BGM なんて聞いてる余裕がないのと、うん、あと個人的には、まあ、言いませんけど、このね、戦うであろう神様たち、うん、なんせも初見じゃないですか。そうね、だから、まあ、見てやろうと思ってるんですよ、入るまでは、うん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 、見てる余裕なんてどこにもなかった。いや、なんかこうね、きっと皆さんが想像し楽しみにしている十二神たちに、はい、まあ会える会える、まあ、でもうこんな姿だったんだ、ほーとかはーとかなってるけど、もう始まった途端、それどこじゃない、本当お前、本当お前ってなるんだよ。いやー、楽しいっすよ、本当楽しい。あんま見とれてるとすぐ言ってまうんで気をつけてくださいというわけで、はい、装備をちょっとじゃあ楽しみ。